お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、このゲームの模様をお送りいたします。マリーンズの先発は左の小島、対するイーグルスの先発は右の竹中、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。左の小島マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは辰巳。第1球投げました。1球目ストレート空振り。第2球投げました。打ちました。引っ掛けた。打球はセカンド後方、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者銀次。第1球変化球見送ってストライク。第2球投げた。打った、流し打ち。レフト線にボールが飛んでいますが、ファウルボール。追い込んで投げた。1球外した、ボール。第4球を投げた、打った、ファウルボール。ご注意ください。第5球投げた、打った、レフト前に出る、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番浅村。第1球初球空振り。第2球投げた、これも空振り。第3球は外角高め、際どい球、ボール。投球これから4球目、打ちました、ファール。第5球投げました、打ちました、サード左、アウト。スリーアウトチェンジ。小島まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。トップバッターは島内。第1球アウトローの10球はボール。投げました、インコース高め、空振り。第3球ボール。さあ4球目、ボール、インコース低め。投げました、打ちました、内野ゴロ。西牧取った、ショートから一塁送球、アウトです。一塁はアウト。バッターは5番鈴木。背番号7。第1球初球外れてボール。第2球投げました、ちょっと抜けました。第3球を投げました、決まってストライク。次は4球目、投げた、4球目空振り。追い込んでから第5球ボール。第6球を投げた、打ちました、これはファースト真正面、アウト。井上そのままベースを踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番茂木。第1球投げた、ボール。まずは内角低め。第2球投げた、アウトロー空振り。第3球を投げた、ボール。次は4球目、投げました、打ちました。小島ボールを取る、ピッチャーから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。小島この回ピシャッと3人で抑えています。2回の表が終わって1対0です。3回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは岡島。第1球投げました、ストライク。第2球投げました、引っ張った、切れていきます、ファール。第3球は見送ってボール。第4球を投げました、カットボールはボール。第5球投げました、打った。第6球は打った、茶谷掴んだ、一塁送球、記録はヒットになりました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第1球投げた、初球送ってきました、取った、アウト。ランナー二塁に進みました。マリーンズ同点のピンチを迎えます。第1球打ちました、ファウルボール。
第2球打ちました、ファール。第3球を投げた、打ちました、中村ボールを掴んだ、アウト。マリーンズなおもピンチが続きます。バッターはトップに帰って辰巳、マリーンズ一打同点のピンチを迎えています。投球これから2球目、2球目ストライク。投球は3球目、投げた、3球目ストライク。さあ4球目打った、これはピッチャー真正面、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。小島2アウト3塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって1対0です。3回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは西巻、第9投げた、見送ってストライク。第2球投げた、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、打ちました、抜けた。西巻ナイスバッティングです。バッターは9番茶谷。背番号67。第1球投げました、アウトコース高め、外れてボール。第2球投げました、バントしました、これはピッチャー正面に転がる、キャッチャーボールを取る、アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第9投げました、打ちました、ファウルボール。初球ファウルから第2球、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球ボール。第4球を投げました、豪快に引っ張った、ファウルボール。第5球投げた、打ったに当たりだ、打球はセンターへ、センター交代、ヒット。打球が転がっている、中継、マリーン1点入りました。2対0、荻野タイムリーツーベースヒット。マリーンなおもチャンスが続きます。リプレイをご覧ください。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは DH の銀次、第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、初球スラーバー空振り。第2球投げた、外角低め、外れてボール。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。さあ4球目外れた、ボール。さあ5球目ボール。第6球を投げた、打ちました、センターフライだ、浅い当たり、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番浅村、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球初球外れてボール。第2球見送ってボール。投げました、3球目空振り。第4球を投げました、流し打ち、ぐーんと伸びて右に切れました、ファール。投げました、打ちました、第6球を投げました、ストライク、見逃し三振。バッターは4番島内、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第1球投げました、1球目ストレート空振り。初球空振りからカットボールはボール。第3球を投げた、打った、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げた、ボール。マリーンズここは引っ張りに警戒します。投げた、ストレートはボール、アウトコース高め。第6球を投げた、打ちました、抜けた。島内いいバッティングを見せました。バッターは5番鈴木、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、初球打ち、打球は右中間に上がっている、これはヒットになります。ボールが転がる、中継、イーグルス1点返しました。鈴木タイムリーツーベース。さあこれで2アウトランナー2塁。バッターは6番茂木、大きな声援が届いています。第1球投げた、ボール。第2球投げました、打ちました、サードこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。
4回の表が終わって2対1、小島とうとう打たれてしまいました。5回の表1点を追いかけます。イーグルスの攻撃、先頭バッターは岡島、投げました、初球打ち抜けた、岡島ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは8番太田、第9投げました、初球から送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、タッチはアウト、これでワンアウト、ランナー二塁に進みました。マリーンズ同点のピンチを迎えます。第2球投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。第3球はアウトロー、ストレートは外れてボール。次が4球目、投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、マリーンズ追いつかれました。2対2、小深田タイムリーヒット、マリーンズなおもピンチが続きます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。ワンアウトランナー二塁という場面で辰巳、今日はセカンドフライとピッチャーゴロ、スラーブはボール。第2球投げた、カットボールはストライク、少し意識しすぎたか。第3球を投げた、3球目空振り、追い込んで第4球を打った、ファースト正面、井上取った、井上ベースを踏んでツーアウト、マリーンズなおもピンチが続きます。第9投げた、サークルチェンジはボール、まずアウトコース低め、さあ次の投球、2球目空振り、第3球を投げた、ボール、さあ4球目、打った、流し打ち、ファール、追い込んでから第5球、カットボールはボール。第6球を投げた、打ちました、センターフライ、飛距離は出ていません、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。5回の表が終わって2対2、小島この回さらに1点を失いました。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で西牧、初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト、送りバント失敗。これゲームは後半に入ります。トップバッターは浅村、今日はサードゴロと三振。第9投げました、初球サークルチェンジ空振り、第2球投げました、ボール、第3球を投げました、3球目空振り、追い込んでいます。次は4球目投げました、ボール、次は5球目、膝元空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9初球を打ちました、センター前進、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番鈴木、第9投げました、初球打った、破ってった、鈴木いいバッティングを見せました。左対左の勝負になります。今日はピッチャーゴロとサードゴロ、打ちました、1球目ファールから打った、飛びついた、ライナー破った、鈴木一気に三塁へ、三塁送球、茂木ナイスバッティングです。ピンチを広げています。第9投げた、外れた、ボール、第2球、2球目空振り、投球は3球目、投げた、打ちました、破った、ライトからサードへ、イーグルス点差を2点に縮めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番太田、これが3度目のバッターボックス。第9初球見送ってストライク、まずは決めてきました、決まってストライク、これで追い込みました。セカンド牽制球です、2塁タッチはセーフ、追い込んで投げた、ボール、第4球を投げた、ボール、
さあ5球目打った、レフトの左にボールが上がっている、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。6回の表が終わって5対3、小島この回さらに1点を失いました。マリーンズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で西巻初球打ってきた、ワンバウンドヒットになる、マリーンズ1点入りました。西巻タイムリーツーベースヒット、マリーンズなおもチャンスが続いています。先ほどのプレーです。ワンアウトランナー二塁という場面で荻野、今日はホームランを打っています。投げた、見送ってボール、投げました、ボール、投球は3球目、打ちました、ピッチャー返し、あっと送球それた、ショートのエラーは記録されます。マリー、ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは小深田、ボール、第2球まっすぐ見送ってストライク、第3球を投げました、ボール、さあ4球目、ボール、外角高め、第5球投げました、打った、サード左へのゴロ、茶谷ボールを取る、サードから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って辰巳、今日はここまで3打数ノーヒット。投げました、ジャストミート、ボールはライナーでセンターへヒット、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、辰巳ツーベースヒットを放ちました。小島降板、右の八木今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球高速スライダー見送ってストライク、第2球打ちました、三遊間へのゴロ、破った、銀次いいバッティングを見せました。マリーンズなおもピンチが続きます。第1球ボール、第2球投げました、直球見送ってストライク、第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、レフトへの打球スライディングキャッチ、ファインプレー、ホームイン、イーグルス点差を4点に縮めました。左バッターボックスには島内、第1球見送ってストライク、第2球投げた、ストレートはボール、第3球を投げた、決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、外角低め、見逃し三振。7回の表が終わって8対4、イーグルスあと4点を追いかけます。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で西巻初球を打った、ワンバウンドヒット、ボールが点々と転がっている、中継、マリーン1点入りました、西巻タイムリーツーベース。今日8回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。トップバッターは鈴木、今日はここまで3打数、初球から打ってった、これは内野ゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番茂木、第1球投げた、高め際どいボール、第2球投げました、見送ってストライク、第3球を投げました、打ちました、抜けた、茂木ナイスバッティングです。バッターは7番岡島、ここまでヒットは3本、第1球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、中村落下点に入った、中村取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球アウトコース、直球は外れてボール、第2球投げました、ボール、第3球を投げました、ストレートはストライク、次が4球目、ランナースタートを切って打った、右中間へ持っていきましたが岡余裕があります、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。
一塁ランナー茂木残塁に終わりました。8回の表が終わって11対4です。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で西牧、今日は3安打猛打賞。第2球投げた、ボールアウトローへ。第3球ストレート決まってストライク、投げた外れた、ボール。第5球投げた、豪快に引っ張った、三塁線切れてファール、ランナー自動的にスタート。打ちました鈴木、下がった、掴んで、これで3アウトになります。8回までが終了しまして12対4、マリーンズリードを8点としています。さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは小深田、投げた、スプリットはボール、投げた、ボール。投球はこれから3球目、流し打ち、どうだ、ファール。第4球は4球目空振り。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。打順はトップに帰って辰巳、第1球投げました、打ちました、ご注意ください。第2球投げました、見送ってボール。第3球は3球目ストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を、スプリットはボール、投げました、打った、抜けた、辰巳いいバッティングを見せました。バッターは DH の銀次、今日はここまで4打数1安打。第1球投げた、ストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球、インロー際どい球、ボール。第3球を投げた、インロー、ボール。一塁ランナー走った、打ちました、ピッチャー返し、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、あと1人。第1球投げた、真ん中に決まった、ストライク、まずは決めてきました。初球ストライクからボール、低め。第3球真ん中ストライク、さあいよいよあと1球、投げた、見送ってボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、一塁へ送る、アウト、試合終了。マリーン大差で勝利しました。本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手小島、敗戦投手滝中でございました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。